セクコン CTF2021 について、その開催報告というのをさせていただきたいと思います。まず、CTF っていうのは、キャプチャーザフラッグという、競技の略語になってまして、キャプチャーザフラッグというのは、与えられた問題を解いて、その問題を解いた結果、出てくるフラグっていう文字列を入手するっていう競技になっています。で、この問題を解く過程で、基本的には問題はプログラムとかウェブアプリとかになってるんですけど、そのプログラムの中に、入っているバグであったりとか、そのプログラムの設計とか仕様上のミスをついて、プログラムを攻略していくことで、まあ、フラグという文字列が手に入るようになっています。この競技は、いくつかのジャンルに分かれて、出題されることが、よくありまして、いろんなジャンルがあります。で、そのうちいくつか紹介しますと、Web というジャンルでは、Web アプリの、URL が渡されたりとか、ソースコードが渡されたりとか、という状況で、その Web アプリに対して、まあ、どういう攻撃ができますかというのを、問う問題で、簡単なものだと SQL インジェクションをしたりとか、クロスサイトスクリプティングを、すると、その先で攻撃が成功すると、例えば SQL インジェクションだったらデータベースの中にフラグがあるので盗んでくださいよとか、クロスサイトスクリプティングだったら管理者のページにアクセスして、管理者の権限を乗っ取ってアクセスするとフラグがありますよみたいな、形で出題されます。で、続いてクリプト。っていうのは、まあ、クリプトグラフィーの略なんですけども、基本的に暗号に関する問題が出ます。で、その中で、まあ、一番わかりやすいのは暗号解読なんですけども、RSA 暗号とか、まあ、現実でもよく使われるような暗号に対して、まあ、わざとやっぱり、バグであったりとか、仕様をわざと改変して弱くなるように作ったような暗号に対して攻撃をします。続いて、リバーシング。ジャンルなんですけども、リバーシングジャンルでは、基本的にはプログラムの解析をやります。例えば皆さんが使っているような、アプリケーションに似たようなものが渡されて、それがどういうふうに動作していますかとか、裏で、どういう暗号化とか、例えばいろんな処理をしているので、その処理を見て、その逆パターンの実装をすると、そのフラグが手に入りますよみたいな問題がリバーシングで出題されることがよくあります。で最後にポンなんですけども、これは基本的には、プログラムのリバーシングの解析だったんですけど、ポンは、プログラムの制御を奪うということを目的にしたジャンルです。ウェブサーバーで、まあ、最近では、Log4j なんかがありましたけども、ウェブ、サーバーとか動くプログラムに対して攻撃を行うことによって、そのサーバーの権限を入手するといった、ようなものが今後のジャンルとして出題されます。でさらにもう少し、細かく問題の例を紹介しますと、今年のセクコン CTF の例なんですけども、Web ジャンルではバルネラビリティという問題が出まして、これは、マスアサインメントという脆弱性と、あと Go 言語の JSON デコーダーの使用が同時に、問題のコアの部分に使われてまして、まあ、Go の JSON のデコードの使用と、Golm という、Go のデータベースライブラリの使用の穴っていうのを同時に攻撃することで、問題が解けるという、フラグが入手できるという問題です。で、もう一つ紹介しますと、フォンのジャンルでカスボフというのがありまして、これは、Return to DL Resolve というフォンのジャンルで、よく使われる、必須テクニックがあるんですけども、まあ、これはできますかというような問題になっています。この Return to DL Resolve 自体は、かなり難しいテクニックなんですけども、環境がかなり整備されてきていて、ポーンツールズというライブラリに収録されているので、実は簡単に、難しそうに見えても簡単にできますよという問題です。で最後に、リバーシングから一問紹介しますと、
フラグという、フラグタグという問題が、出題されました。これは、WebAssembly で登場する、WASM ファイルというのを解析する問題になっています。この WASM ファイルというのは、S 式と呼ばれる、まあ、一個の式で表されたような形の、内部的なそのコードを持っているんですけども、まあ、どちらかというと、量が多くて大変な問題になっています。なので、リバーシングによくあるような、まあ、地道な解析力っていうのが問われるというような問題でした。続いて、CTF の動向について軽く、説明します。2021年はもう、12月なので終わりなんですけども、現時点で、大小含め約240の CTF が開催されました。これは、CTF の情報をまとめたサイトの CTF タイムというところに登録されている CTF の数です。240もあると、まあ、かなり多くて、さらに CTF っていうのは、競技の性質上24時間であったり、48時間であったりと長時間になるので、週末に集中していて、普通に週末に3大会とか、多い時は5大会ぐらい被っているっていうのは当たり前な状況になっています。なのでかなり参加者の奪い合いが発生しているみたいな状況になっています。さらに、もう一つ特徴としては、上位勢とその他の差が顕著にかなりなってきています。簡単な問題というか、中途半端な難しさの問題だと、上位勢が簡単に解き切ってしまうんですけども、ただその解けるのは上位勢が圧倒的に強いからであって、その他のチームは全然解けないみたいな、その二極化がかなり発生しています。上位のチームっていうのは、単純な強さであったりとか、その強い人の人数であったりとか、あとは参加者の安定感ですかね。メンバーがいてもあんまり参加しない人がいるとかなくて、かなり安定して、大人数で参加しているっていうところで、かなり、いろんな要素が揃っているので、中堅勢とかが追いつくのがかなり難しくなっているというような状況です。CTF の紹介終わりまして、セクコン CTF についてですけれども、セクコンCTF は2012年から開催されていまして、その年から数えると、なんと10年目の開催になります。運営陣もあんまり意識してなくて、このスライドをまとめたときに気づいたんですけど、まあ、実は10周年でしたということですね。で、例年はまあ、オンラインの予選と、オフラインの決勝、まあ、例えば秋葉原とか北千住でやっていたようなオフライン決勝があったんですけども、2020年と2021年、今年は、COVID-19 の影響でオンライン大会のみで、開催しています。その中でも、今年は、12月の11日から22日、スライドすいません、間違えました。11日から12日ですね、の24時間で、開催しまして、問題数は、ディスコードにログインするだけの、ウェルカム問題というのも含みまして、28問出題いたしました。で、全体の登録者数は、700チームぐらいいたんですけども、その中でもウェルカム問題であったりとか、まあ、1点以上獲得したチームをアクティブチーム数とすると、506チームいまして、その中で、312チームが日本のチームでした。ちょっと後ほど紹介しますけど、U25 という枠で、若手層に特別賞を与えるという、ことを今年はやっていたんですけども、U25 枠で申請していたチームというのは74チームいました。で、全体の、登録ユーザー数は1447名いまして、開催中に投稿されたフラグの数は、3624。で、そのうち、まあ、約3分の1ぐらいですかね、その1328が正解としてカウントされました。開催中の、画面はこんな感じになっていまして、まあ、先ほど紹介したいくつかのジャンルごとに、問題が出され、出題されて、その中で、その、
問題を解いていくというような形になっています。で、セフコン CTF では、去年からなんですけども、アマテラス1000という、やつで、CTF の可視化を行っています。これは、NICT さんからの協力で、実現しているんですけども、こんな感じで、まあ、1000という名前の通りですね、オンライン CTF ではかなり参加チーム数が多くなるんですけど、その1000チームぐらいまで全然余裕でいけますよというような、可視化システムになっています。こんな感じで、解いた問題が、点数が変化するんですけど、その点数が変化したりとか、かなり細かいところまで、調整してくださって、かなり、見応えのある、可視化になっていました。BGM もかなり良かったので、運営陣がかなり、裏で流しながら見ていた。見て、その、ああ、このチーム、あ、なんか解きましたね、みたいな話をしていました。で、続いて賞金の話なんですが、今年度、セコン初の賞金付きの大会になりました。今まで、スポンサー賞という形で基本的にはやっていたんですけど、ちょっとオンライン開催になると、やっぱり、そういうのを渡そうと思ってもかなり難しくなってしまう。現地で物を渡せればよかったものが、結構、その、海外のチームには物を送らないといけないとか、いろいろなってしまうので、賞金付き大会にしてもいいんじゃないかということで、やりました。で、総額は100万円。結構大きくいただくことができたので、皆さんも、結構これを目当てに参加してくださった方も多いんじゃないでしょうか。で、内訳としましては、1位が40万円、2位が30万円、3位が20万円。で、メンバー全員が、国内に住んでいて、で、かつ24歳以下であるようなチームの中での、1位に U25 賞ということで、10万円を。お渡しするという形になっています。続いてですね、一応結果発表という形で、もうスコアサーバーが公開されているので、全然、誰でも結果は見れるんですけど、結果を発表していきたいと思います。まずは U25 賞なんですけども、この、発表者泣かせの顔文字のチームですね。おめでとうございます。10万円ですね。続いて3位ですけども、バルスンというチームが、第3位になりました。台湾のチームですね。おめでとうございます。続いて、第2位ですけども、オーガナイザーズというチームが、2位になりました。スイスのチームでしたかね。おめでとうございます。続いて第1位ですね。第1位は、スーパーゲッサーというチームです。おめでとうございます。このチームは、国際的、の的なメンバーで構成されています。で、続いてですね、スポンサー賞というのも今年は、まあ、去年がなかった分、ちょっと今年ちょっと復活させませんかということで、ちょっとお願いしましたと。で、スポンサー賞としては、日本マイクロソフト株式会社様から、マイクロソフトのグッズのセットを、1チーム最大6名までで、提供していただきました。で、その対象としては、5位と11位と73位のチームになっています。で、この数字はちょっとなんか、あまり意味がなさそうな、ばらついてる数字にも見えるんですけども、まず11位の方は、Windows 11ということで、11位の方に、賞を出すということになりました。で、5位と73位がかなり、分かりにくいんですけども、これは実は、365の、約数ということになっていまして、5×73 が365になるということで、この2チームに、グッズセットを渡すということになりました。365位ぐらいまで行ってしまうと、その、ウェルカムの問題を解いただけで、簡単に、賞をもらえてしまうので、まあ、例えば、いろんな、みんなで登録して埋めてやろうぜ、みたいな攻撃が、来る可能性があるので、ちょっと、あまり下の順位には、ちょっと上げられませんよね、という形で、こういう形にさせていただきました。
続きまして、スポンサー賞は、さくらインターネット株式会社様から、石狩データセンターのバーチャル見学を、1チーム最大6名で、いただきました。こちらは、国内の上位2チームに、授与していただきます。そのチームも発表させていただき、しますと、日本マイクロソフト賞は、第5位、ヌルでいいですかね。と、第11位が ID10T というチーム。第73位が、ソーバットというチームになりました。おめでとうございます。続きまして、さくらインターネット賞の方ですけども、国内1位の方は、先ほどの U25 と、重複しまして、この顔文字のチームです。で国内2位は、クドスというチームでした。おめでとうございます。で全体の順位が少々、字が小さくなってしまうんですけども、40位まで載せると、このような形になっています。細かい順位等は、まだスコアサーバーの方から見られますので、気になる方はぜひ確認してみてください。総評としまして、ちょっと、少し本大会の感想について述べさせていただきます。セフコンの CTF っていうのは、まあ、かなり例年から日本人の参加が多い CTF だなと思っているんですけども、去年よりもさらに、今年は日本人チームの、参加数が増えたのかなというふうに思っています。ただ、セフコン自体がかなりそのトップレベルの CTF というのを目指している都合上、少しそのセフコンだけで参加してくれる層には、少々難しい問題が出たのかなというふうに考えています。ウォームアップの問題とかは、まだ簡単で理解するとかなり学びがあると思いますので、続けて、CTF 続けたいという方は、そういう簡単なウォームアップの問題の復習であったりとか、冒頭で紹介しました、CTF タイムなどを確認していただいて、たくさん CTF 参加して、さらに成長して、セクコンの CTF に参加、来年の CTF に参加してもらえればなと思います。続きまして、これ宣伝になってしまうんですけど、セクコンスピードランチャレンジというものを、明日日曜日の、15時40分から、開催します。これは、国内の、トッププレイヤーであって、かつ、セクコンの運営が大部分なんですけども、運営陣と、プラスゲストのキームーンさん。この方は、先ほどのその国内1位の、顔文字のチームの方ですけど、の、ライブで CTF を解きます。スピードランって言ってるように、1問ごとに、その、どれぐらい解く速度が速いかというのを競うような、内容を配信する。二人で競いながらそれを配信するという形式になる予定です。登壇者としては、司会が私、前田で、作文が PTR 雄大。で、クリプトの方の、スピードランの奏者がクエナイフさんと、セオレムーンさん。ポーンの方の奏者が、キームーンさんとモラトリアム08さん。になっています。こちらの CTF、まだスコアサーバー公開していないんですが、公開して、同時に皆さんも解けるようになる予定ですので、ぜひお待ちください。以上で、セクコン CTF2021 の、開催報告を終わりにします。ありがとうございました。